で、インターレース解除もやり直してって感じだな。カラーなんでもプラス15か、今。全然見えるよな。よしよし。よいしょ。見やすい、見やすい。よし、じゃあこれで配信は開始できるでしょう。まあ、シューティングきついよな、ニコ生。弾があんまり見えん。やっぱ画質悪いからね、ニコ生。うん、よし、はいはい、枠取り直しまして、今度はガンバード2です。よし。ああ、よしよし。はい、じゃあ始めましょう。よし、はい。変態侍アインで。電車の調子もいいようだな。お、12時回ってますが、延長営業できるので大丈夫。延長営業めったにしたいんですけどね、うちはお客さんいないんで。配信のためならば延長営業しよう。最強種は当たり判定がそこそこあるとは思えないほどひどい球を打ってくるんで、ちょっとでもラグいときついですね。ガンバード2も昔基盤あったけどな。やる人いないんで売っちゃいました。とにかくそんなんばっかです、うちは。田舎ではね、1人ぐらいやる人いたって維持できないんですよ。と、誰も見てないうちにそんなことを喋っておく。最強種はきついよな。最強種はもうちょっとはキャラの当たり判定小さくしてくれたら
いいゲームだと思うんだけどな。アンチのような、パターン間違えたらしいです。あ、きついきつい、どっどっど、減速弾ですよ、減速弾。シューティングで減速弾はありえないな。気持ち悪いボンバの砲台を狙って壊してるのか。そうしとかないときついんだろうね、これきっと。来て来て来てね、これアンチになったのか。暗い方した。
これやばそう。おしまい。やっぱそう。うわ、なんじゃこれ。アンチか。なんじゃこれ。なるほど。モースウラスだ。さあ気合を入れてコンティニューしよう。はい、もう一回最初からやります。できるはずのゲームができないのは悔しいということですな。
1面でも言うほど簡単じゃないよな。2面の時点ですでにこう初心者お断りな感が あらアインの妹のアスカってグラフィックで出たことってあるのかな？ないような気が。あ、エンディングとか全然見たことねえからわかんねえか。元のゲームは戦国エースだっけ？反アンチみたいな。激しい弾幕をなんかこう綺麗なパターンで避けるって感じですね。
危ねえ危ねえ。どう見ても。Thank you.
どうもラストっぽいですな。あ、こんなんやったっけ。あー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 あお、コンティニューします。お、この面からか。へえ、じゃあ枠取り直しましょうかね。と、はい、枠取り直しました。まあコンティニューしてでも倒したら終わりってとこですかね。動かなければ当たらない。こういうのって訴えられないのかな。なるほど。薬って関係か。あ、アスカ、あ、出てるな普通に。確かに。とまあこんな感じでかろうじてコンティニューしてクリアしております。ん、お、2周目始まっ、え、あれコンティニューしても2周目っていけるんだったっけ。そうじゃなかったような気がしたけど、うん、でもそういうゲームをやりすぎたせいでできるんかもしれん。確かズンズン教の野望はアホみたいにコンティニューしてもちゃんと2周目始まったよ。はい、無理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 、はい、無理無理無理。なんですか、あれっすね、2周目があるゲームって1周目をかなり余裕でクリアできる人でも厳しいパターンが多いですね。しかしスコアラーたちはここからが本番なのです。はい、そんな感じで、はい、お疲れ様でした。まあ明日も何か配信すると思いますんでよろしくお願いします。いや、爪が甘い。全くだ。なんかね、普通になってる。なんかもしかしたら、ほら電車がほら60フレーム連射で出せないのにボタンの入力だけしてたのがもしかしたら良くなかったのかもしれない。でも店長がボタンを押す前から画面のなんかそのぬるぬる感が俺は感じなかったから。そうか、じゃあ何だろうな。2回ともワンコインクリアできずか。できずかな。まあできそうでやっぱりできないところが。うん、見つめが足りない。まあでも本当、シューティングはやっぱ配信映えするって配信映えするから、やってない人間から見るとなんで避けれるのっていうシーンしかないから。6ボスとか、
ゴボスとかのゴボスは結構見どころ満載だったな。とりあえず真ん中で避けないとビューンってくるから。え、何？あのほら、なんか両方、両肩からロケットランチ。ああ、そう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 。で、じゃあもう一回するかなと思ったら、次のやつは横で避けないと、横移動しながらビューンビューンってやるからとか。あれ2周目もっとエグくて、そりゃそうだろうな。2周目はあれにバラ巻きが追加されるんですよ。で、あの俺真ん中で待って抜けてたけど、あれをあの右かもしくは左から誘導しながら打つタイミングだけ真ん中で避けるっていうことをやる。すごいですよ。まあなんつうかあれだよな、うん、無限ループのゲームがほら、あのプレイ時間が長くなるっていうことで2周目までにしようってなってから、2周目をなんていうか他のゲームでいう5周目みたいなくらいで作るようになったから、ガンバード2はね特にひどいな。ガンバード そうだね、ガンバード2が特にひどくて本当に難しいんだよ。最強集は本当、うん、2周目の容赦のなさすぎが半端ねえ。ガンバード2の2周目をクリアできる人って100人いないんじゃないかな。で見てるとさ、みんなそれそういうのをさ、避けながらコインがあのコインとか金塊が光ってるところに全部取ってくるんだよ。キチガイだよな本当に。どこ見とんねんお前って、た弾とか敵じゃねえんかよ。いやメダルしか見てないなあ。光る光る光る、はい光る、はい笑うよなあ今。いや、まあ、やっぱ俺が疲れた。シューティングだよなあ。